貸して！こっぴどくやられたな。彼女の仕事すら知らないのか。あの子はトップクラスのランナーなんだ。荒坂の狙いは彼女だ。企業間の抗争じゃ人材の誘拐なんて珍しくもない。なら奴らの狙いは何なんだ。ソウルキラーという AI に聞き覚えは？あるさ。クソダサい名前の都市伝説だ。いや、ソウルキラーは実在する。荒坂の連中はそれを書いたランナーを雇ったってわけだ。つまり荒坂がソウルキラーを思いのままに使えるようになる。背筋が凍るだろ。俺にとっちゃお決まりの話さ。荒坂は俺を挑発した。そして成功した。